ローマ騎士、エックイテストは古代ローマにおける階級の一つ。日本語では騎士階級などと訳される。階層としてはパトリキのすぐ下に位置する。そもそもはケントリアに基づいた階層分けにおける財布郵送を指した。長らく市民平成をとっていた共和制ローマでは市民の中でも裕福なものには重層騎兵の提供が求められた。これは アブミが発明されていない当時、乗馬は幼い頃よりの訓練が必要な特殊技能であり、また、イタリア半島は馬の飼育に適しているとは言えず、馬術の訓練を積めるのが資産家に限られていたからである。この階級の者には有事に工馬が支給され、軍事的エリートとして活躍するエクイテスは、西軍一致のローマにおいて大きな名誉を得ていた。エクイテスが、 ローマの富裕層の中核である、元老院階級と異なる存在として、明確に分離した景気は、現職の元老院議員及びその子孫に、大型船の保有を禁じたクラウディウス法の制定からであるとされる。この法の成立の結果、政治的活躍ではなく、経済的利益を求める人々は、法から逃れるべく元老院から離れ、騎士としての立場を強調するようになった。 これに加えて時代が進むにつれて、ローマ軍の軍政にも変化が訪れ、ローマ軍の中核が重装機兵から不評と軽装機兵に転換されたことも後押しとなり、次第に騎士は軍事的エリートから経済的エリートを意味する階級へと変遷していった。彼ら新しい騎士は軍事や政治から離れた代わりに経済人としてローマに影響力を与え、後に 元老院議員になるためには一定の財産規模が求められるという法律が制定されると、騎士階級の人間が、ローマの経済界を代表する立場として、元老院議員に選出されるケースが増えた。共和制末期には、騎士の財産資格を満たしながらも名簿に名前が載せられず、工場の支給を受けない人々も現れ始め、こうした人々は、 自ら馬を飼育したことから純騎士と呼ばれた。アウグストゥステイにより、ローマ帝国が帝政に移行すると、元老院階級を皇帝権を脅かす存在として危険視した歴代皇帝により皇帝直属の側近として徴用されるようになる。彼らは皇帝の資料とされたエジプト属州や、正常の安定しないユダヤ属州の長官職や、 今度イタリアに駐屯する唯一の軍事戦力として、皇帝の護衛を務める、新衛隊長官などの行政官プロクラトルを独占的に任せられ、皇帝による統治を支えた。ウアレリアの住み門時代になると、それまでの財務官僚的で、社会的に言動委員議員と、ほとんど変わらない者たちから、軍人、特にイルリア出身のこの絵将校の進出が目立ってくる。彼らは、 皇帝直属の機動部隊を束ね、帝国防衛に活躍し、定位すら奪うようになる。その後、コンスタンティヌス一世の元老院拡充政策により、基地身分は固有の感触や称号を喪失したことで、身分としての特質を失い消滅した。ありがとうございます。